だ見、えー、町でですね、うん、この週末なんですけれども、えー、こちらが行われます、ふるさとの雪祭りが行われるわけです、あっ、だいぶ雪像できてますね、だ見線かな、去年は、ね、本当にホットになりました、うん、今、だ見を盛り上げてくれてるこのだ見線でございますけれども、うん、この週末なんですけれども、10日あたりにまとまったかなり雪が降るので、雪像に結構ついちゃうと思うんですよね。 あの結構、あの作業する方、この雪をのどけたりするの、結構大変かと思いますけれども、雪がもうなくなって、少なくなるってことはもうありませんので、そのあたりは安心していただきたいと思います、週末はお祭り日和になりそう、気温が上がりましたね、福島12.4度、今日私、外出たんですけれども、コート脱いであの行けました、こんな日が毎日続いてくれればと思うんですけれども、そういうわけにもいかないようです。レーダーダ見てみましょうえ実はこの 雪雲がですね浜の方から北上してます起き上げの雪がこれから降りそうなんですね今夜遅くからではどれぐらい降り積もるのかこちら見てみましょうかあのー、平地ではおそらく積もることはないと思うんですけどもインターで言うと岩木見は、えー、相馬山上こういうところで降り積もりそうです空予報です、えー、朝にはもう上がってますそして午後です明日風がちょっと冷たくなりそうです、うん、今夜遅くからの雪気をつけてください